おはようございます。今日は一族のお寺に来ています。バリ島ではガルガンの5日前の今日はスギマネといって、お寺や家の敷地内のお清めをする日です。まずはお寺からお清めしていきます。家のお祈りは娘のまでがやってくれてます。本当に助かってます。お嫁に行かれると困るので、このまま結婚しないでほしいのが本音ですね。山なるるあんろんと頭で、ここは近所にあるオーストラリア人オーナーの経営するビラです。今スタッフが休業中なので、代わりに私がお祈りしてます。なぜかいつも近所の子供がついてくるんですよね。はい。お清めが終わったら、最後終わったところにお供え物の一部を置いて帰ります。これはお供え物で使った鶏の丸焼きです。今日の晩御飯のごちそうです。